間違い探し。間違いは全部で16個。それじゃあスタートねば。お水お化け。ネバール君は公園でお水を出しっぱなしにして遊んでいました。お家に帰って喉が渇いたネバール君、水道のお水が出てきません。なんでネバかね。振り返るとそこにはお水お化けがいました。さっき公園でお水の無駄遣いしてたな。水を大切にしないやつに水はあげないぞ。ネバール君は怖くなって納豆菌のお母さんのところに逃げると、なんとお母さんがカラカラになって倒れていました。お水は洗濯、料理、お風呂、トイレ、すべてに必要なのよ。お水はとっても大事なのよ。ネバール君は急いで公園の水を止めてきて、お水お化けに謝りました。お水お化けは、水の出しっぱなしをしてるとまたやってくるからなと言って帰っていきました。それからネバール君はシャワーや歯磨きしている時もお水の出しっぱなしはしなくなりましたとさ。おしまい。間違い全部見つけられたネバか。さあもう一回行くネバよ。お水お化け。ネバール君は公園でお水を出しっぱなしにして遊んでいました。お家に帰って喉が渇いたネバール君、水道のお水が出てきません。なんでネバかね。振り返るとそこにはお水お化けがいました。さっき公園でお水の無駄遣いしてたな。水を大切にしないやつに水はあげないぞ。ネバール君は怖くなって納豆菌のお母さんのところに逃げると、なんとお母さんがカラカラになって倒れていました。お水は洗濯、料理、お風呂、トイレ、すべてに必要なのよ。お水はとっても大事なのよ。ネバール君は急いで公園の水を止めてきて、お水お化けに謝りました。お水お化けは、水の出しっぱなしをしてるとまたやってくるからなと言って帰っていきました。それからネバール君はシャワーや歯磨きしている時もお水の出しっぱなしはしなくなりましたとさ。おしまい。それじゃあ答えねば。お水お化け。ネバール君は公園でお水を出しっぱなしにして遊んでいました。お家に帰って喉が渇いたネバール君、水道のお水が出てきません。なんでネバかね。振り返るとそこにはお水お化けがいました。さっき公園でお水の無駄遣いしてたな。水を大切にしないやつに水はあげないぞ。
ネバール君は怖くなって、お水は、洗濯、料理、お風呂、トイレ、すべてに必要なのよ。お水は、とっても大事なのよ。ネバール君は急いで公園の水を止めてきて、お水お化けに謝りました。お水お化けは、水の出しっぱなしをしてると、またやってくるからなと言って帰っていきました。それからネバール君はシャワーや歯磨きしている時もお水の出しっぱなしはしなくなりましたとさ。おしまい。全部見つけられたネバか。すごいネバね。お友達とまたやってみてネバ。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバ。アプリの情報はホームページにあるネバよー。